こんにちは。富士宮教材開発です。中学数学図形丸4。掃除を中心に掃除までの総合問題を扱って、この分野での得点力を上げていくための教材の紹介動画です。それでは第1回、第1問から見ていきましょう。まずは掃除の基本のおさらいからですね。えー、右の図のように AB コの8センチ、BC コの10センチの三角形 ABC と、 d e イコール1 2ンチ、EF=8cm の三角形 DEF がある。この二つの三角形が相似になるためには、二つの三角形の辺または角の間に、どのような条件が一つ加わればよいか。このことについて、次の二つの考えがあるあ e の四角に適する記号や数を入れ、それぞれの考え方を完成させなさいということです。相似条件の確認です。 で、これ三角形 ABC と三角形 DEF って書いてありますね。これね、対合する辺の順番に書くものなので、AB と DE が対合してるかっていうのとか、そういうのは明らかです。で、AB 対 DE から考えてみますと、AB 対 DE は8センチと12センチ、8対12。で、どちらも4で割れます。2対3になりますね。 で、BC と EF も考えてみましょう。こちらは対応している辺になるんでね。えー、BC 対 EF は、えー、10センチと15センチ。10対15。10対15で、こちらもどちらも5で割れますね。えー、で、5で割って2対3。同じになりました。で、もし、こうも,うこうもう一つ。AC 対 DF も2対3になれば、 えー、3組の辺が全て等しいという相似条件を満たして、この2つの三角形は相似になると言えます。えー、ということで、まず A に入るのは2対3なので2です。えー、で、もう一つです、えー。AB 対 DE と BC 対 EF がもう言えていますで。あとはこの間の角がね、 同じだったら、2、えー、組の辺の比が等しく、その間の変角が等しいという三角形への相似条件を満たします、えー。角 B に対応している角は角 E です。E には E が入ります。三角形の、三角形の相似条件にはあと一つ。二つの角がそれぞれ等しいというのもありますね。この問題ではそれは関係ありませんが、えー、それが一番よく出てくるので、まあそれはこれからの 問題の中で見ていくことにしましょう。